皆さん、こんにちは。人気アイドルグループスノーマンのメンバーである渡辺翔太さん。アイドル、タレントと活躍しながら美容男子としても有名です。2023年下半期には国宝級イケメンランキングのアダルト部門で見事1位を獲得しています。そんな渡辺翔太さんですが、高田里穂さんとの交際が話題になっています。今回は渡辺翔太さんと高田里穂さんは本当に付き合っていたのかということについてまず調べてみました。その上で活動休止の噂や性格についての真相に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。スノーマンのメインボーカルを務め美容番長の渡辺翔太さん、高田里穂さんと交際の噂になったのは2022年に放送された世にも奇妙な物語での共演がきっかけと言われています。その際のツーショット写真での2人の距離感が近いことから熱愛の噂につながったようです。ですが、渡辺翔太さんが有料ファンサービスジャニーズウェブ現スマイルアップのブログで直接的な言葉ではありませんが交際を否定しています。しかしこの内容にファンの方はあまり納得していないようですが、本人が否定している以上それが真実ということになります。これまで2人の間で匂わせではないかと言われていたことがたくさんありましたが、どれも信憑性に欠けます。そんな渡辺翔太さんの好きなタイプとはどのような女性なのでしょうか。年上の人、料理ができる人、よく笑う人、清潔感のある人、家が綺麗な人、可愛い系とかなり広い範囲での条件があるようです。年上の女性の落ち着いた雰囲気や経験による魅力を感じており、お互い刺激を受けながら成長できるとも話していたようです。またよく笑う人には笑顔や明るさに魅力を感じるようです。そして渡辺翔太さん自身が綺麗好きの潔癖症であるため、相手の方も家が綺麗な人が良いようです。蚊の中に髪の毛やほこりが落ちていないのが理想のようです。ここまで渡辺翔太さんの好きなタイプをまとめると、家庭的な人がタイプのような気がします。渡辺翔太さんは潔癖症でもありますが、ミニマリストとしても有名なようです。そして家に仕事関連のものは一切置かないようで、コンサートでの思い出の品なども一切自宅には置かないとのことです。これほどに徹底しているミニマリストなので、彼女のものが家にあるのも嫌なのだそうです。かなりのこだわりがあるのがわかります。潔癖症でミニマリストでもある渡辺翔太さんですが、結婚願望はあるのでしょうか。過去のインタビューで結婚願望はないと話しています。一人で過ごしているのが好きとのことです。両親に孫の顔を見せたいとのことで、お子さんは2人欲しいそうです。つまり子供が嫌いではないようです。果たして渡辺翔太さんの結婚観の条件をクリアしている女性はこの世に存在するのでしょうか。全て受け入れてくれた女性なのでしょう。以前渡辺翔太さんは女性との関係に関してトラブルを起こしたことがあります。特に問題となっているのが美穂さんという元カノです。 X やインスタで渡辺翔太さんとの関係を暴露したり、画像を流出させたりとやりたい放題の状態でした。女性ファンから未だに批判されているようです。渡辺翔太さんと美穂さんの関係についてはネット上に画像や音声が出回っている状態です。渡辺翔太さんと LINE のやり取りやコネチケでライブを見に行くなど、なかなかの行動意欲を示しています。旧ジャニーズタレントと一般人のつながりについてはよく噂されることだったり、ファンの妄想などもあったりします。この件に関しては美穂さんと渡辺翔太さんがつながっていたことはどうやら本当のようです。現在は美穂さんに対して渡辺翔太さんがまだ未練を抱いているという可能性もあるといいます。ファンは早く縁を切ってほしいと願っていることでしょう。美穂さんと渡辺翔太さんの流出する音源はほぼめちゃめちゃパリピ陽キャなので、めちゃめちゃ面白いです。そんな渡辺翔太さんは一時期病気、入院についての噂が出たことがあります。渡辺翔太さんは病気で入院していたのでしょうか。調査しましたが、そのような情報は出てきませんでした。ではなぜ渡辺翔太さんを検索しようとすると関連キーワードで病気や入院と出てきてしまうのでしょうか。調べてみると渡辺翔太さんが実際に体調を崩してお休みをしていた時期があることは本当のようです。
渡辺さんは一人暮らしをされています。お仕事が忙しすぎると食事管理が難しくなり体調を崩してしまうこともあるのでしょう。渡辺翔太さんは2009年から2010年頃に流行った新型インフルエンザの豚インフルエンザにかかったのではないかと言われています。また渡辺翔太さんは2022年7月頃コロナに罹患していました。7月22日に実施した PCR 検査で新型コロナウイルスに感染していることが確認されたようで一時活動を休止していました。退所が噂された理由の一つ目は喘息です。ファンの間で渡辺翔太さんの喘息を心配する声がたくさん見受けられます。コンサートや舞台など激しく歌ったり踊ったりするので公演中に発作が出ないか心配になります。喘息は今の医療では完治が難しいとされる病気なので薬と自己コントロールでうまく付き合っていかなければならないのですが、アイドルという職業で多忙を極める渡辺さん、とても心配です。退所が噂された理由の2つ目はドラマや韓国の方のようです。渡辺翔太さんは月9ドラマ監察医朝顔第1シーズンの第8話2019年9月2日放送に出演しました。この役の熱演から病院や監察医が話題となり渡辺さんが病気なのかというキーワードが生まれてしまったのかもしれません。退所が噂された理由の3つ目は X です。ファンの方たちがお誕生日などのイベントごとに推しポストをします。その時に病気や怪我なく過ごせますようにというような投稿がよくあります。ファンであれば何より推しの健康と幸せが一番です。渡辺翔太さんのお誕生日11月5日にもそういった投稿がたくさんありました。ということでたくさんのファンの方のそういったツイッターの投稿によって病気や怪我のワードが広まってしまったのではないでしょうか。退所が噂された理由の4つ目は病気小説です。占いスクールプリ小説という小説投稿サイトがあります。そちらにファンによって書かれたスノーマンの体調不良に関する小説が100以上も投稿されているようです。もちろん全くのフィクションであり小説の作者も私の妄想ですと前置きされていますので温かい目で普段のかっこいい姿とのギャップを楽しむつもりで読むといいかもしれません。退所が噂された理由の5つ目は雑誌の撮影を欠席したことがあります。雑誌の取材日に体調を崩して撮影をお休みしたようです。後日渡辺さんを一人で撮影されたというエピソードがありました。退所が噂された理由の6つ目は DDMV の撮影を欠席しました。 DD はアクロバットが盛り込まれた激しいダンスが特徴なのでとてもきつかったのではないでしょうか。 MV の撮影風景の映像ではメンバー同士がじゃれ合っているシーンがありますが渡辺翔太さんの姿はほとんどありません。後日スノーマンの YouTube チャンネルの動画にて渡辺さんはこの時すごい体調悪かったと語っています。しかし体調不良を感じさせないパフォーマンスはプロ意識がすごいとファンたちの心を虜にしているようです。退所が噂された理由の7つ目は表情や顔色です。渡辺翔太さんはとても綺麗な塩顔です。それに加えて透き通るような白さにツルツルのお肌、ニコニコ可愛い笑顔を見せてくれる時もある渡辺さんですが第一印象はクールでツンツンした印象ではないでしょうか。そのクールな決め顔になると角度によっては影などで病的に見えてしまうこともあると言います。退所が噂された理由の8つ目は渡辺翔太さんイコール病気の固定化というイメージです。渡辺翔太さんは心優しいファンが多く X と SNS で渡辺さんの喘息や体のことを気遣う投稿がよく見られます。またドラマ監察医朝顔に出演したことにより病院や病気などの関連キーワードが定着してしまったのかもしれません。退所が噂された理由の9つ目はファンへの思いが強いからです。渡辺翔太さんは恥ずかしいからという理由であまりファンサービスをしないのだと言います。そんな渡辺さんですからたまにコンサートなどで見せてくれる独特なファンさが可愛いとファンの皆さんを沼落ちさせています。退所が噂された理由の10個目は番組出演が少ないことです。バラエティ番組などへの露出は少ないように感じますが
ドラマや CM にはいくつか出演している渡辺翔太さんです。ファンにとっては大好きな推しを毎日のようにテレビに出る姿を応援したいところでしょう。退所が噂された理由の11つ目は偏頭痛持ちだということです。気圧性偏頭痛のようなので少しの天候の変化で頭が痛くなってしまうのだそうです。続いてスノーマンの渡辺翔太さんが性格悪いと言われる理由についてまとめてみました。1つ目は思ったことをはっきり言うからだそうです。2023年4月の金スマ事件も島崎和歌子さんとのそれスノーマンにやらせてくださいの収録が長引いたことを、今日の収録長かったよね、島崎和歌子さんのトークも長いよね、疲れたよねと目黒蓮さんと話していたことが炎上の発端でした。ハードスケジュールが続く中で疲れが溜まっていたのでしょうが、疲れたとはっきり言ってしまったのでしょう。このように思ったことをはっきり言ってしまうことが渡辺翔太さんが性格悪いと言われてしまう大きな理由の一つです。二つ目は目が笑っていないからというものです。渡辺翔太さんは結構冗談を言ったりふざけたりするのですが、冗談を言いつつも目が笑っていない時があります。なので場を盛り上げようと本気ではない冗談を言っているつもりでも、周りや視聴者が本気に捉えてしまってヒヤッとすることがあります。もともとスノーマンのファンで渡辺翔太さんのそういった性格を分かっていれば、これは冗談だ、本気じゃないとすぐに分かるのですが、あまり渡辺翔太さんを知らない人からするとこの人怖いと感じられることもあるでしょう。3つ目はサバサバしているからです。渡辺翔太さんは前述した通り裏表がなく思ったことを率直に言うタイプ。嫌いなことは嫌いとはっきり言ってしまうので、ある意味何を考えているか分かりやすいですし、単純なので男同士で好かれやすい、コミュニケーションしやすいタイプと言えます。ところで渡辺翔太さんと向井康二さんには不仲説がささやかれています。しかし2人はよく一緒にあるところへ向かうそうです。向かったのは芸能人御用達のサウナだったそうです。何でもメンバーたちに美容アイテムや美容クリニックを紹介しているほどの美容オタクらしいですが、最近はそのキャラも徐々に一般認知されてきたので、もしかしたらマットさんのポジションを奪ってしまうかもしれないとまで言われるようになっています。ということでこの事実が報道されたことでこの不仲説は一蹴されてしまいました。いかがだったでしょうか。今回は渡辺翔太さんの様々なことについて深掘りしてきました。2024年4月現在、渡辺翔太さんの彼女について確認できませんでした。渡辺翔太さんの好きなタイプとして、年上の女性、料理ができる女性、綺麗好きな女性、嫉妬してくれる女性を挙げています。また、2022年5月10日発売のレイのインタビューで、メイクや髪の手入れといった身だしなみがしっかりしている人と話していました。渡辺翔太さんが美容男子なだけあって、外見はきちんとしている人がタイプなようです。性格に難があるなどの噂が流れたことがありますが、それも調べてみれば杞憂に終わっています。グループを引っ張っていく重要な位置を占めており、スノーマンがますます活躍するためには、なくてはならないメンバーの一人です。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。